と、あれです。田口と、小湊、どっちが強いか。これちょっとむずくて、ショートの尺で収まるかわかんないから、一応ね、ちょっとね、この横画面で撮らせてもらってるんですけど、どっちもちょっと特殊能力系の二人っていうか、っていう部分が、どっちもちょっと変わってるんですよね。個性的な剣豪って感じなんで、シンプル真正面の強さみたいなところじゃないっていうところもあるから、あ、でもどうかな。でも多分、真正面からぶつかった場合は、真淵の方が強いんじゃないのかなっていうふうに思ってて、小湊ってやっぱどうしてもその石腕っていう特性があるから、まあ、すげえ片腕マッチョであるんだけどね、その左でもあるんだけど、どうなんだろうね。耳がやっぱり真淵が、やっぱ、すごいから、拳銃持ってるわけじゃん。その小湊は戦いながらも、この流しの時、なんかその音聞こえちゃうみたいな、そのなんかあいつ左手になんか持っとんだみたいなことになるような気もしなくもないし、てか結構真淵が干渉できるのかな、もしかすると。だけど小湊は正面からぶつかった場合は絶対力負けしちゃうんですよ。罠かとかもそうだし、バースとかもそうだし、天武の才と特性を使って小湊しかできないあの戦法を使って勝ってる感じだから、それでムグルマも負けてるしっていう部分だからね。真淵っていうか永瀬との戦い見ても、あれだけあの得意科目な部分をそがれててもあの強さなんですよね。自分の得意な距離を潰されたって言ってるけど、その得意な距離じゃないのにあれだけの力を発揮できるっていうのも強いし、シンプルに正面から切り合っても強いんですよね。あの耳とか抜いても。真淵かなぁ、なんだかんだでとは思っちゃうな。小湊むずいっすよね。結構もう懐かしいキャラにもなってきてるし、あのやっぱり活躍してた時期が短すぎるから、かかるのがさ、そのムグルマと過去話だったじゃん。コミナルのあっこからとそのバースと戦ってるのとかもそうだけど、あとやっぱり伊集院先生だから相手が強すぎるやろっていう伊集院相手に頑張ったもんな、コミナと。まあでも真淵が勝つかな、なんだかんだで真淵が勝つと思います。真淵もね、なんかその結構満を持して出てきましたみたいな感じだったんだけど、なんかそんなに活躍せんかったから、その天王寺組シリーズの方で期待ですね。うん、なんかその思ったよりやっぱその活躍はしてないよな正直。本日の動画は以上です。腹痛ドーパミンでは各メンバーが企画した様々なことをテーマにいろんな動画を出しています。他の動画もぜひ